ホリス。っていうか前回の話の流れからあの藤山コーチがそうフージーからねこれ切った時にめっちゃ喋るやん、うん、切ってからどん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 質問してくるそうそれそのまま言うたらいいそういうの合間にどんどん挟んできてくれたら俺ら喋りやすいよそうっていうことでフージーからフージーからいろいろと PL 学園の試合に選ばれるメンバー基準っていうのをまあまあさっきその話があっていろいろ聞いてたんですけど、うんまあ、練習試合がありますってなった時に、うん、その今の主流ってなったら、うん、A 戦上がって B 戦言うたら上級生の試合があって下級生の試合があるとか、うんうんうん、下級生だけの試合を組むとか、うん、結構強豪校でもそういう風になってきてると思うんですけど、うん、実際当時ってその練習試合しますってなった時に、うん、下級生が出れたりとかするんですか下級生は出るよ上がってきて出る上に上がってきて上に上がってきて出る下級生用の試合をしてるわけじゃないそれはないわさ主力の試合があってそれ終わった後にじゃあ2年生1年生用の試合をやりましょうとかっていうのはあまり練習試合ではない、うん、ない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 そこの上のチームっていうか3年生のところに上がっていかないと、うん、実戦は全然入ってこれないってことですか入ってこられへんほぼないねないじゃあそのメンバーに入れなかったら、うん、どこからが実戦入れるんですか大体普通順調にいったらだからその私学大会とかそんなもん一つあるやんだから上級生になっていって 3年生になっていくときにまあそれのなんか 上の台に上がろう下の学年がこの正式なメンバーのところに食い込む機会っていうのはもう私学連でしかないよね、うん、ってことは、うん入学して、うん、半年後ぐらいにある1年生のまず私学連、うん、とそのまた次の年にある2年生になった時の私学連そうそうそうそれその1年生の私学連に選ばれようと思っても、うん、またそこでよっぽどの実力というか、うん、何かがなかったら入れないってことですよね、はい、入れんねだから多くの半数以上は、うん、その2年生の夏の私学連までは、うん、ほぼ実戦がない実戦はないないねっていう状況になるんですうん、うん実践がない。だから紅白戦とかもせえへんもんな。だ紅白戦とかがあったりするのって夏の大会前の強化合宿の時とかに、うん、紅白戦があるけど OB 戦やの OB 戦やな、うん、それもだから対 OB なんですね対 OB、うん、ってなったらその下級生が出れるものでもないですもんねその時は結構出れんじゃんそうそう、その時は主力、その時が主力メンバーが上がるやん上がって、上がった主力メンバーが午前で上がりとかになっていったりするんだよ、うん、で、午後からになっているのメンバー外と、うん、その2年生、1年生とかが残ってて、うん、で、このメンバーで OB と試合をさせていただくっていう、そうそうだからそれもまあ一括りやから、うん、各学年でこう仕切ってこの学年、ここの学年っていう練習試合の組み方とかはないよ、うん、実践もないそうだから俺も一発目の1年入って OB 戦のキャッチャーがおらんかったからたまたま俺選ばれて OB のところ入ったみたいな、うん、ああ、じゃあそれまでもほとんど実戦とか予定ないじゃない久しぶりの実戦キャッチャーやとかみたいなそう緊張しまくりやでそしては OB OB やそれでたまたまそういうと結構うまいこと言ってちょっとこう見てもらえたみたいなあそのそう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 何かのきっかけがあったらそう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 私学連の大会に選ばれたりとか、うん 1年生の私学連の大会を出たかったんですか小林さんは上がってくるんでしょその1年生の数人がその2年生あ、多分出てるわな三つ竹さんとかだけど メンバーノリはもうその上のメンバーそれのノリはもう1個上やっただからその時に1個下の学年が、うん、1年生の時の私学連でっていうと三郎とかは入ってたように思うねんけどうん、で、三つ竹はそれのもっと上に上の学年でやってたから、うん、もしかしたらでもこっち降りてきて出てたかもわからんねあ、出とったかも出てたかもわからんな俺ほんなその時入ってないかもわからんな入ってないやろか何が基準なんですかその、なんていうんですか試合のメンバーとか、そうやって私学連のメンバーに選ばれるのやっぱ守備やろ守りがあかんのはちょっとやっぱそうそうしんどいしんどい何も打ってもやっぱ守りいやバッティングだけっていうのがよかったら、うん、レギュラーメンバーとかとそんなに変わらへんとか、うん、むしろなんかいいとかっていう人はやっぱおるもん、うんうん、
バッティングだけ取ったらもう絶対こっちの方がおるよ。でも守れないみたいな。バッティングはいいけど守れなくてメンバーに入らなかったとか、うんうん、でも中村監督よくおっしゃってなかったっけ、うん、あの打つのと守るのと走るのとこの3つのうち2つなかったらあかんって、うん、2つがなんかどれか1個しかないっていうのはやっぱしんどいっていうのはようおっしゃってたかな。そう、講師のこうだけやったらとか、うん、そうだけやったらとか、だからその実戦ね、あの練習試合がそんなに出れずに滋賀県が初めての実戦やとか言ってはったから、うん、どうやってメンバーを決めていくんかなってすごく不思議なんですよね、うん、肌から見てたら。でも練習やんな。練習やん。まあ、基本的に言うたら、だから点やらへんから勝てるっていう感覚やから、守備やろな、バッティングは波あるやん、全部が全部打たれへん、でも守備には波ないのよ。だからその安定感を求めるためにやっぱ守備、まあバッティングで同じぐらいがいました、守備でこれだけ差が空いとったら絶対こっち入ってくるやん、でバッティングちょっと上でも守備があかんかったらここ入ってこられへん。だから首脳陣の人はそっちを重きに置いてた。いや多分そうやと思うで、うん、それはだからどこで判断してるかというと日頃の練習よ。だけの話やね。ノックであったりとか、だからそのノックで取って投げてるっていうだけじゃなくてさ、うん、どんな取り方しててどんな風に投げてるかとか、うん、どんなっていうところまではそれは当然見てはるやると思うし、うん、だから練習でできてないことが試合でできるわけないから、うん、っていう感じやよね。言うたら、まあ、全てを見られてるってことですね、キャッチボールから。だからノックであんまりポロポロなんかないで。ないで。だからノックでやってしまうとそこで流れを潰してまうから、逆に言うたら試合でやってしまうと流れ向こうに持っていってまうっていう考え方やから、だからその一球一球もうめっちゃ真剣、まあ、雑に取るやつおらんけど、うん、その文化がないんや。文化がない。だからほんまになんかノックもだから試合と同じようにとか、なんか試合と同じやよねノックもっていう気持ちでは受けてる、うん、まあ、順番には来るで、順番には来るけど、もう一丁っていうのがないもんな、ほとんどないね、うんうん、まあ、その間のバーッと緊張感がグワーッと高まってるところで私はこうかまられているっていう時間がありますけどね。ああ、それはある、それはある。あ、そう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 、あるあるある。でもすごかったよ、うん、もうなんか飛ばされるやん、行くでいけ取られへんやんって、取られへんやんって、でも3本ぐらいそれ続いて行くとよ、もう動かへんねん、足やっぱ来るよねってなんねんけど、それを見越してまたそのあともう一歩ぐらいのところの、あとちょっとでっていうところを狙っていくとあるかな、うん、計算して河野先生であったりとか、うん、清水さんであったりとかが、うん、って思うけど、野手はそうじゃないですか、うん、ピッチャーはどういう感じなんですか。ピッチャーは別やわ。やっぱまたその試合感がない中で、うん、どの選手をこうピックアップされていったってなんですか。でも球よ、球筋と変化球やろな。だから要は清水さん、そのピッチャーを受けはんねん。あ、清水さんが受けられるんですか、うん、その受けた時の感触であったりとか、球筋とかやっぱ見るやろな。それでこいつやみたいな感じで、うん、じゃあ一回投げさせてみようみたいな、うん、で投げた時にやっぱりこう、まあ結局言うたらブルペンで投げるのと対試合で投げるのとまた違う、その中でピッチャーがどういう風なあれで投げてるか。だからブルペンでよくでも試合になったらあかんやつっておるやん。ああいうところはもうすぐ見極めはるわな。そこでちゃんと結果出す人がどんどん残っていくってことですね、うん、そんな多くないチャンスを、うん、そんなにだからその確定されてる人、うん、もう圧倒的に実力があるよねっていう、まあ、俺の学年で言ったらそれ大輔とかさ、サブちゃんとかさ、ノリ、うん、とかさ、でそういう人らも圧倒的にちょっとこうこの同じ学年の中でもちょっと層が上なわけよ、はい。であとはでもだってどっかで何かのチャンスがあって、ものにしたかものにしてないかとか、 でそのチャンスは1回あるんか2回あるんかって人によってちゃうと思うけど、うん、そんなにいっぱい与えてはもらわれへん。もらわれへん。でも結局言ったらそのメンバー出てないやつでもやっぱもう違う高校とか行ったらもう4番張ったりエース張ったりするコーラばっかやから。よく言いますよね、あその強豪私学はそのメンバー外でも、うん、他の、まあ、公立高校であったりとか行ったら、うん、4番打つような子がいっぱいいるみたいな、うんうん、IP とかだってそんなバッティングだけで言ったら絶対 3,4,5 レベルのと違うところ、まあ、6とか、うん、まあ打てる打つよ。バッティング良かったもん、うん、マイピー石原もバッティング壺に来た時すごいな、すごい長打力あんねや、うん、すごいよ、うん、魅力あるけどメンバー、まあ、レギュラーではなかったっていう、うんうん、
ところまあその守備であったりとか、うん、まあその与えられた時にチャンスをつかみきれなかったとか、うん、そういうなんかあったってこと、うん、じゃないかな、ね、それもあると思うね。やっぱ見てるところは見てるわやっぱり、うん、やっぱ野球の取り組み方とかそういうのもあるわなやっぱり。その圧倒的実力で言ったらその福留さんとか、うん、まあバンバンともう1年入ってきた時点でバッティングは違うかったって言ってるじゃないですか。違う、うん、けど、さっきの話で言ったら、うん、守備が大事っていう話じゃないですか、うん、そのやっぱり守備もすごかったんですか。肩が強いわねやっぱり。肩強かった。スローイング良かった、ね、スローイング良かった。ある程度 の, そのレベル一定以上のあるから。ああ、そう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 、うん、それがなかったら、うん、そんだけバーンっていってても、うん、もしかしたらそこまでっていう可能性もあったってことですか。ショートじゃなかったと思う。サードとか、うんうん、ファーストとか、うん、ポジションが変わってた、うん、だからそのポジション的なレベルを見てこっちの方が上で、あの守備と打力で多分上がってると思う、うん、自分らの代の秋季大会とかの時とかやったらまだ福留はファースト入ってたりする時もあったからね、うん、おそれはでも守備とかやったらそんなな松下とか北川のが、うんうん、バッティングはもう到底及ばへんけど、もうそれはもうそんなバッティングはだってえげつないな、うん、でも肩は強いけどそのスローイングの安定感は安定感はなかった。取ったらアウト、うん、いやねっていう安定感った、うん、あの肩が強いねんけどスローイングが安定しないっていう人もおるやん。肩が強いだけでさ、内野手やったらボールそれるとかさ、浮いてまうとかさ、あそういうのではなかった。うん、ルームはこれがビエルや、やっぱり守備なんですね、その基本になるところは。僕はなんかもう特にその40期は特にそれがちょっと強かったんちゃうかな。ほら守って勝つ色がな、うん、これ年代によって違うかな。やっぱその打で勝つチームと守るチーム多分出てくるんちゃうかな、うんうん、あどっちか言ったら守りの方が、うん、その時の主力メンバーによって、うんまあ、色が変わってたりしますもんね、うんうんうん、でも守備の方が多分多いと思うで。でも基本な、うん、なキャッチボールまず点取られないようにっていうのがあって打線を組むっていう感じちゃうんかな。うん、多分そうやと思うで、うんまあ、打てばな9点取ったら10点取ったらええやみたいな感覚じゃないよ、うんうんうん、もう全く、うんうん、守備から入って残りの時間バッティングするみたいな。でもバッティングもだって平日はね、だってフリーバッティングだって7本3回やね。いやそうそんなもんやね、うん、だから7本3回やけど7本をその3回をやっぱめっちゃ集中しては打ってたと思うんやけどな、うん、試合やと思って。そう、うん、そんな10本20本も打ったことないから打てへん打てへん、うん、だからバッキャとかついてストライクボールの判定してボールは打たないみたいな、うん、あれ結構大事だから、うんまあ、ちょっと謎が解消できましたね。どういう基準でこう試合に選ばれていくんかなっていうのなんか聞いてるとね、どん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 謎に思えてきたんで、うんうんうん、あまあそれはでもあくまで俺らが感じてる感じてる、ね、いやいやそれは俺らが選んでるわけじゃないから、そうそうそう、そこはよう知っておられる清水さんにあれなんだけど選手側としてはそんな風に感じて、そう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 あれしてたかなと、うん、またね清水さんにお聞きできたらね、うんうんうん、いいかなっていうふうに思いますんで、うんうん、はい、うん今日はこの辺で、はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。